皆さんおはようございます。今5時40分ですね。今日朝積みから、長崎大村方面へ向かう予定になっております。で、数量的にはそこまでないんですけど、ちょっと距離がありますね。雨も、昨日降ってましたけど上がりました。このまま上がっとってくれれば、ね、助かります。それでは出発したいと思います。ここが赤いホラーみたいでね電気消したら怖いんじゃない。はい、ならそれでは行きたいと思います。
さあ、ならこれから、福岡方面に向かっております。で、3軒で、あの現場の方見たら、3軒ともお昼に納品しても大丈夫なとこだったんで、問題なくのんびり行けるかなっていう感じです。今11時ですね、ちょうど11時か。まあお昼過ぎぐらいには終われるかな。さあ、ならゆっくりのんびり安全運転で行きたいと思います。それでは配達終わりです。で、はい、それでは配達終了です。お疲れ様でした。で、ここあの農園屋さんなんですけど、キュウリいただきました。キュウリ、いや結構立派なキュウリをいただきましたよ。うん、うまそう。で、こんなにいただいちゃいました。すごい量、何本あるんだろう。2、4、6、8、10、12、14、16本。16本。まあね、カラッキューとかモノミとかいいですね、モノキュー。モノミ買ってこようかな。酒のつまみとかにもなりますしね。あとなんかね、ぬか漬けやってみたいんですよね。ぬか漬けね、やろうと思ってるんですけど、なかなかね、やっぱり、行動できないというか、ありますけど、やってみようかな今度。はい、まあね、こうやって、お客さんのところでいろいろいただいたりします。ありがとうございます。いいよね。まあね、自分たちのお仕事って、まあ、配達なんですけど、結構そこに行って作業する時間が長いんで、結構お客さんと仲良くなったりするんですよ。その宅配とかじゃなくて、宅配もパッと渡してパッと終わりっていう感じなんですけど、いろいろコミュニケーションとか、お客さんとコミュニケーション取ったりとかするんで、仲良くなります。で、こういうのいただいたりします。結構多いですね。この前スカップもらったな。お菓子屋さんとかは、お菓子もらったりとかします。いやでもね、ありがたいですね。よし、なら家帰って食べたいと思います。はい、なら会社の方帰っていきましょう。まあ、今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。すげえ多いよね。すげえ、キュウリは初めてだな、もう。